おい、おい、稲村。お願いします。稲村、お前もしょっぱいよ。おい、見ただろ、よくあれで、よくあれでサーバーファイトフェス上がれるな。稲村だけじゃねえ、ノア、ジュニア、ヘビも含めてだらしがねえから、あんな奴に舐められるんだよ。あ、だらしねえよ、もっとよ、もっとよ、どこにも負けないってぐらいの信念を、俺たちが持ってるこの強い信念をもうちょっとは見習ってくれよ。そして DDT さん、秋山純、サイバーファイトフェスは楽しませてくれるんだろうな。なあ、俺たちも準備はもうできてるぜ。楽しみにしてる。中島ノア、言う通りだな。おい、ノアのやつらだらしがねえんだよ。ノアのやつら以上にだらしがないやつがいるな。おい、それはな、おい、DDT の佐々木大輔だ。おい、今日 DDT の試合終わりに長岡に襲撃しに来るって宣言しただろ。おい、佐々木大輔どこにいるんだ。おい、佐々木大輔、おい、襲撃に来るんだろ。ああ、襲撃宣言したからな。おい、俺が構えてるからって、おい、ビビってんじゃねえよ。おい、それがな、おい、だらしがねえんだよ。おい、佐々木大輔だけじゃねえぞ、 DDT の連中みんなだらしがねえんだよ。そしてな、おい、 DDT の社長ボス高木三四郎がだらしがないからだろうがよ。おい、いいか、おい、 DDT、 おい、おい、今日みたいにな、本気のノアの戦い見たか。あ、てめえらの戦いはな、 DDT は演劇の戦いしかしねえから、おい、来れねえんだろ。おい、佐々木大輔、おい、本気のプロレスラー相手するのは怖いんだろ。あ、いいぞ、おい、佐々木大輔、おい、サイバーファイトフェスではな、おい、お前が凶器何でも持ってこいよ。その上で俺が倒してやるからな。おい、いいか、佐々木大輔、そして DDT の連中、おい、サイバーファイトフェスでな、おい、俺がてめえらを、そして高木三四郎を潰してやるからな。サイバーファイトが送る年間最大のビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022、ノア、 DDT、 東京女子プロレス、頑張れプロレスが大集結。元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦。ノア対 DDT、 両者の威信をかけた一騎打ち、佐々木大輔 VS 剣王。東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決、坂崎由香 VS 中島翔子。次のチャレンジャーは俺だ。 GHC ヘビー級王座をかけた剛腕対決、小島さとし VS 塩崎豪。サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継。そう、祭りだ。